社内活動や車中泊を検討する際にインターネット接続をどうするか考えると思います。インターネット接続できればできることが多くなります。今はスマホの契約次第で大容量のデータ通信ができるので、それで代用できる人もいると思いますが、私の場合はデータ容量の少ないプランに加入しているので、車用に Wi-Fi ルーターが必要になると考えています。車用の Wi-Fi ルーターで検索して一番初めに出てきたのはパイオニアの DCT-WR100D という車載 Wi-Fi ルーターでした。ドコモの車載向けデータプランと連携した次世代型の製品ではあるのですが、よくよく説明を見ていくと、この画像のように基本的に走行中でのみ Wi-Fi が使えるというものになっています。停車中は30分1時間のみ使いますが、それ以降は使えないようです。なんというか、それって大多数の人が求めているものではないと思います。単純に停車中の車内でインターネット接続したい人が多いかと思います。そうなるとやっぱりポケット Wi-Fi みたいなものが必要になるか、そう思いつつも新たにデータ契約するのもめんどくさいなと思っていろいろ調べてみると、月々の契約なしで買い切り型の Wi-Fi ルーターがあることが分かりました。お手軽 Wi-Fi というサービスでルーター本体と通信容量がセットになったものを販売しています。容量はいくつか種類がありますが、ルーター本体と 100GB 容量でセットで 16,980 円になっています。販売当初は 6,980 円だったらしく、注文が殺到したそうです。確かに 100GB が 6,980 円だったら安いですね。この商品の面白いところは、通信容量を使用できる期間が決められていることです。その期間は1年間になっています。1年間100ギガで約17,000円ですので、特別安いわけではないのですが、よくある携帯会社の契約に比べると非常に単純で分かりやすいと思います。販売側も購入側も割り切った関係というか、この値段でこれだけ使えますよというのが分かりやすいです。販売側は1年間というある意味でのリスクを背負いながら、購入側も途中での解約返金ができないというリスクを背負います。初回はルーター本体の代金も入っているのでこの価格ですが、容量を使い切った後は追加データを購入することもできるようです。追加データは100ギガで 4,980 円になっています。単純に持ち運びができるので、車以外でも使えていいかなと思うので、思い切って購入することにしました。ちょうどクーポン配布があったので、3000円引きで約 14,000 円で購入できました。購入後はすぐに U パケットで発送され、注文後2日後には届きました。なんというか梱包がとてもシンプルで、本体がそのまま入っていました。箱とかに入っているわけではなく、封筒に直で本体が入っていました。その他には説明書の紙が1枚と充電用の USB ケーブルが1本。入っていました。とてもシンプルですね。本体もシンプルです。ボタンは1つしかなく、4つのランプで状態を確認するようです。裏側には接続パスワードなどが記載されたシールが貼ってあります。最初、充電がほとんどない状態だったので、まずは本体を充電しました。マイクロ USB というのがちょっと時代を感じますね。ボタンを長押しで電源が入り、自動でデータ通信ができるようになります。起動まではだいたい1分くらいかかりました。スマホで Wi-Fi 一覧を見てみるとちゃんとリストに載っていたので、パスワードを入力するとちゃんとインターネット接続ができました。速度を測定しましたが、下り速度は約 10Mbps でした。あまり速くはないですが、どこでも使えると考えれば個人的には及第点です。残量表示はブラウザで確認でき、残りが100ギガあることを確認しました。バッテリー駆動時間は12時間ということなので、車載で使う場合にはどういう運用にするか考えないとかもしれません。置きっぱなしだと毎日充電から始まることになりそうなので、基本的には持ち歩くのが無難かと思います。持ち物が1つ増えるのは少し面倒な気もします。とりあえず外で使えるネット回線を手に入れたので、車内で動画やゲームができそうです。少し使ってみて実際どうなのか確認していきたいと思います。ちなみに同じように買い切り型の Wi-Fi ルーターでギガセット Wi-Fi という商品もあるようです。100ギガで 21,980 円ということで少し高めですが、ルーター本体に液晶がついていたりするようです。こちらは今年からサービスが始まったもののようです。ありそうでなかったサービスなんでしょうか。ポケット Wi-Fi も確かに気軽にレンタルができますが、どうしても日額や月額がかかってくるので、たまにネットを使いたい人には向いていない気がします。1年間で100ギガ、平均すると1ヶ月で8ギガちょっとになります。車内で使うとすればちょうどいい容量な気がします。足りなくなってもまたデータ容量を購入すればまた1年間使えるので、あまり残量を気にしすぎなくてもいいのかもしれません。今後車とネットがつながるサービスは増えていくと思います。同じようなサービスが増えていけば値段も安いものが増えていくかもしれませんね。まずはこのサービスが続いてくれることと料金が上がらないことを祈っています。今回は車内インターネットに使える商品の紹介でした。参考になったら嬉しいです。コメントやグッド評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではありがとうございました。